演舞開演。どうも皆さん、朝の用意は、まあ朝って言ってもまだ早すぎるような気もしますが、大変ですね。特に顔のケアなんかは、今日はそんな顔のケアを助けてくれるそうな商品と出会うことができました。それがこちらの商品、レイチェル Y ミニマリストウォーターチャージというもの。このように同封書には商品の解説、使い方、ご丁寧にやってくれています。早速使ってみたいと思います。適量、このくらいでしょうか。透明で見えにくい、見えにくいのかもしれないけど、これを顔一通りマッサージになりますので少々長くなりますがご了承ください。次は、猫ですか。光ってる人がやったらもっと輝きが増すのかな。この辺りって、理髪店で剃ることもないですから、つい忘れそうになります。目元周り、パソコン使ったりして普段から使ったら硬くてしんどい。休みでケアをしっかりしないと。ひまわり、食べることしかほとんどしちゃってないからな。こういうところも気を使った方がいいのかな。最後は来る、なんか一気に下の方に行きましたね。でも結構気持ちいいです。これ普段から怠ってるんだな。そして濡れタオルで、ちょっと鼻が少しプルプルになったような気がします。でそう思うのは早すぎか。でも少しこういう風にマッサージしていると血行も良くなって体にもいい影響が出るかもしれません。こうした道具を使うことで意識も高めていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。